2024年3月17日日曜日午後5時40分ぐらいです。京都府舞鶴市千歳サバカの灯台が見えてますね。です。東舞鶴市街、白いのは教育隊の建物ですね。はい、東舞鶴市街、造船所の方面。それで、第23航空隊ヘリコプター基地です。カラス島、蛇島、海上保安学校、立部山、富士山型のが見えています。そして豊島ですね。はい、豊島の左が乙島、1、2、3、4で、東舞鶴の浮島、5つの島があります。主な島が。